僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 グンピーさん、ドラマ出演改めておめでとうございます。いや、もう本当にもう全然もう自分の思った通りに演じるというか憑依するってのがいいですかね。憑依芸ですからね。僕はもともとやっと評価してもらったなって感じですかね。まだ別に演技経験があるわけじゃないじゃないですか。演技経験がないわけじゃないですよ別にね。子供の時からそうやって劇とかを楽しむ子でしたし、結構ね、先生から「僕ちくんは演技がうまいね」なんて褒められてきた気もするしね。演劇部に入ろうかなって思った時もあったし、思った時もあったしね。ちょっと小学生の時ね、演劇部入ろうと思ったら、その演劇部一人しかいなくて、その時なんかゴミ袋をマントにして「でー!」ってやるやつしかいなかったからやめたんだよね。演劇部に入るの。いやいや、演劇のね、まあ、経験とか演技力がないとやっぱりやっていけないと思うんで、ドラマ。いや、もちろんそりゃそうですよ。頼みますよ、本当。演技力だけはあるんだから、こっちは。何にもないけど演技力だけはあるよ。まあ練習とか稽古とか しなきゃなと思ってますよ。自分でね、そのセリフとかももらってるから、正直。ああ、もう台本とか。台本とか読み込んでね、やってますから。まだそのあれですか、ここでそのドラマの台本ちょっと読んでとか。ああ、もうできますよ正直。できますできます全然。まあそういう込みの練習とか。じゃあ俺の稽古見てく。ああ、そうですね。うん。じゃあ一回としてよ全然。ああ、じゃあ台本読んでもいいし台本ね。なんかじゃあ LINE のスマホ全然ね。あ、ってあげるから。これはなんだろうな、ラジオの中のシーンなんですけど、ラジオ演技とか見てたじゃないですか、俺の演技とか。あ、まあね、ちょっとだけね、こう芝居出たりとか、放送も録音も禁じられてるぞバカ、この世界にな歌っちゃいけない歌がねえんだ。パッチギじゃなくて、まあ誰の話聞いたの。責任を取りますから。パッチギは出てないでしょ。中途採用はどうせ見たじゃないですか。演技見たじゃないですか。ないんだパッチギで。イムジンがワイズキよくとかね。それパッチギのね、誰にも伝わらないシーンでしょ。そのパッチギ特集みたいな回でやって、ね、全然ね、好きなシーン勝手に喋っちゃってやって伸びなかったからもうやめようってなったじゃないですか、パッチギの話は。それじゃないでしょ、演技経験って言って。広瀬、本月の飯なんか見たとしょうがなかった。ただ飯じゃないもん、月の飯だもん。違う違う、大人帝国ね。そんなことからお前、石見料理コンパニオンのお姉ちゃんみたいがいいんじゃない。父ちゃん子供何言うの。はい、父ちゃん、あ、しんのすけが父ちゃんって俺のことかね、広瀬もね、父ちゃんは父ちゃんだぞ。なんで俺、言っちゃったんね、今父ちゃん母ちゃんが。お前の親父は懐かしい匂いで子供の頃にもらっている。はい、ああ、敵が言ってたこと。匂いだ、匂いだぞ。草。はい、靴下、はいはい、臭いから。ドゥン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 。違う違う違う。ヒロシの外装じゃないのよ。それ軍兵の演技経験じゃないでしょ。ヒロシがね、こう。街をね、小さい頃ね、街歩いてたりね、自転車乗ってたりっていうところから、はい、まあちょっとね、落ち込むような日もあって、はい、会社でね、社会人になって、交換とかね、大人になって、はい、街でね、肩ぶつかったりとか、ね、満員電車乗ったりとかもしてんだ。はい、ああ。パソコンね、夜遅くまで仕事して。ああ、パソコン消えちゃったんだ。あったパソコン消えちゃったシーン。ああ、もうね、恋愛して結婚してみたいな。はい、ああ、走って、急いでいく。これは、あ、しんのすけの出産に、ああ、生まれた。ちょっと。で今度しんのすけが連れて出かける、そういう立場になる。ああ、満員電車に揺られてね、寝ちゃってんだ、帰って仕事疲れてね、帰ってきたよ、うん、全然疲れて、いや、やっとね、帰ってきてから、うんああ、家族が迎えてくれんだ。うん、疲れて帰ったけど、うん、足にね、はい、ああ、家でね、ビール飲んで気持ちよくね、みんなが入れてくれて、うんね、ああ、今度子供の頃はね、父ちゃんの自転車後ろ乗ってたけど、まだ自分が漕いで、しんのすけを乗せて、ね、あの人に持ってはい、うん、っていうことを思い出して父ちゃん、オラがわかるああああとかね違うって軍備出てないでしょ、だって軍備の演技経験のキャリアじゃないでしょ、あれ演技うまいって話俺もできんだよ全然いや大人帝国をね、その見たことあるから分かるけどさ、違う分かんないじゃない、一人でね、まあ全部セリフなしで表現はしてたのかもしれないけどさ違うでるでるでんでんでんど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 んジョージョージョーぜひああすごいぶん殴ってる、なんでぶん殴ってる、こんなウルトラマンじゃなさそうでドンタッチミーおードンタッチミーっていたなあれだぜひ大日本人だ関係ないじゃないですかはいでビーム出すところにね関係ないんだ、ぜひ自分の手をかざしたああく欠乏しましたウルトラマンたちをねこう遊んで持ち上げられて大日本人のオチもあるしね、俺はね違うのよ違う誰が再現しても大日本人のオチなんで誰も再現してないよ違うえ、これ引っ提げていくんですかドラマ撮影。そうだよ。演技経験としてこれだよ。ダメよ、だって。俺よくやってるんですね。うん。まあ、記憶力があるのはすごい分かったから、多分台本とかちゃんと覚えていくんだろうなっていう。ああ、確かにそうね。そうね。うん。そう。うん。それは伝わってきたけど。うん。あ、台本覚えてくるなって思われるかもね。そうね。でも一回映像で見せないといけないんだな、こいつにはって思った。大病院選挙。日本テレビ放送も。うん。違うパッチギのスイッチじゃないのよ。違う会社名の歌っちゃいけない歌がねえんだ。お前誰口につけんな。誰に口つけてんな。あ、先に俺足りますから。中途採用の同席に取るな。ディレクターとプロデューサーの結果。これの入社。どこ。イボジン川水木玉。なんでそんな警戒じゃないよ。やりすぎて。ぐらい、日本テレビの土曜10時大病院選挙出ますんで、ぜひご覧ください。そうね、ちゃんとみんなで見張りましょう。軍艇がちゃんとやってるから、これ多分不安だから、これこの動画見た人もやばいよ、それやばいよ、格好やばい、いやそれは本当にやばい、本当にちゃんとやってるから、櫻井さんの足引っ張るわけにはいかないからよ。ああそうだ、翔さんの足、翔さんの足もうちょっと古文みたいから引っ張れねえからよ。ああ頼みますよ、ちょっとこれは俳優馬起動ね、俳優軍備をちょっとよろしくお願いしたいわけだけども、これやばいから確かにネガキャンになるか、このドラマのネガキャンになるか。そうか、確かにこれ関係者見てたらセリフ減らされちゃうかもしれない。もう出れないけど急に死ぬかも俺急に第一話で急にいなくなる急に死んでしまうかもしれない、急に流れ玉とかでわかんない急に死んじゃうかもしれない。いやこれはまずい、最後まで出たいね、お願いしますよ。誠に遺憾です。いやでも土岡はこんなこと言って演技だってわかんのかって話ですよって思うかもしれないけど、出ないからね僕は。いや土岡はめちゃめちゃ演技うまいですから。だって「勝ち越し TV」ってね、僕はいつも出てるその再現ドラマのやつで、そのまず勝ち越し TV はセリフなんか覚えなくていいけど、土岡だけね、そのセリフガチ覚えで、その猛練習して飛んで、そうですよ、一人でね休憩中も練習して、でそれをまあ MC のさらば青春の光の森田さんと三四郎小宮さんが見たらしいんですけど、ああスタジオで見てくれた。なんかこいつだけ演技うまくないって言っていじられたらしい。なんでいじられるのに演技するでしょ、セリフあって再現ドラマでみんなセリフなんか覚えなくていいのに賢し TV は。はい、そうか、セクシー女優にリアクションするだけ。何でしたっけ、囚人の役やってましたよね。そう、だから囚人で軍ピーが新しい囚人として入ってきて、おめえどんなことしてここ来ちまったんだ。うん、いいよね。香ばしい演技。ちゃんと香ばしいって何？香ばしい。いや、ちゃんとね、そういう演技をしてた。じゃあ、パッチギ。パッチギ。確かに散々聞いてるからな、今も見たし。いける。じゃあ俺が、はい。放送も録音もやるから。放送も録音もやる。誰なの？いや、大友康平や。はい。ああ、はいはいはい。じゃあ冗談はよしこちゃんだぜ、から。ああ、はいはい。こっちね、そういう主人公が。え、歌えない？冗談はよしこちゃんだぜ。お前、なしたのはなおたてま。あ、今、イムジンガーはね、歌えないって言うんで。でも歌わせますから、絶対に。あ、この曲もあの、お前。は放送も、録音も、賢者だぞバカそんなな、歌っちゃいけねえ国なんか、歌っちゃいけねえ歌なんかな、どこにあんだこの世界中な、どこ探してもな、その刀まで、ねえんだよもう誰にくっつけてんの？誰くっつけてんの？ああ？なんだ中途採用が、コネ入社が。コネ？うん。コネ？うん、コネ入社。私がね、責任取りますから。先に中途採用どう責任取んねん？わかんねえ人だな。じゃ、こっち来い。大丈夫、大丈夫、行ってくる。鼻血垂らしながら。話はつけてきたよ。行こっか。イムジンガーは水清くちょっと流る水鳥自由に群がり飛び交うよ。まだ総国の身の血思いはあるか。クライマックス喧嘩してんだ。ハルソン生まれるで。あ、赤ちゃん生まれる。ほんまか行きませんパチギャーってぶつけのことなのね、パチギャーってはははい、三振とうとうと流るすべてのクライマックスが重なって命かけてとたった日からすべての違う違う違うね、ちょっといいいいいいってもう違ういいってパッチギに出るんですよ。パッチギなら出ないよ、あんな犯罪者しかいない映画だ。そうね、今となっては。違う。全然違うって、軍ピーのターンだったじゃない、ずっと。いやいや、全然。その、土屋君がいつものシーンをやってくれることによって、余裕ができて、その後半のシーンまでやれない。生まれるね。そっか、体力が余ってたんだ、まだ。決まるパチギじゃんいきましたね。そこが本筋ですからね、本来。ああ、そうね。ああ、そうね。これね、サブだから、放送も。あ、そうか。そうか。サブか。最悪の動画なんじゃないこれ。大丈夫。なんで、こっからね、ドラマ出るのに景気よく行こうっていうね。いや、そうですよ。動画だったのに。その、ね、YouTube でドラマとかのね、演技力とか演技とかそういうのね。そう、連動してね。連動していこうっていう。よりね、お互い盛り上がって YouTube のドラマも。こんなうまくいかないんだ。その、ドラマ連動させようとする。俺たちこんな下手なんだね。いつも通りやっていきますよ。どうしたとか、やめてくれな。ちゃんと戦力外通告もするし。ね、よろしくな。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで戻るチンケな動画、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち表変、俺の名前はバキバキ童貞。